こんにちは、ノーレスパープルプリやっていきます。今回は無課金未課金向け祝賀会一郎コラボ記念ガチャ、引くべきか捨てすべきか解説させていただきます。よろしくお願いします。ということで、いつもの結論からいくやつですね。今回の一郎さんコラボガチャに関してですが、無課金の方々は引いても40連名まで、そして未課金の方々は50目指す方以外はやはり40連名までで止めておくのがいいのかなというふうに思います。カッコ閉じで今回に関しては、PR 博士像、そして R 博士像系の残り個数によるということも付け加えさせていただきます。で、なんでそんな結論になってるかっていうのを今からつらつら話していきます。まあ、一郎さんの性能とか、あとは、じゃあ、無課金、未課金はどういう形でね、このガチャ、そして一郎さんの解放を進めていけばいいのかなんてことをね、お話しさせていただきますので、もしよければ聞いてていただければ嬉しいです。ということで、このガチャ内容に関しては、まず SR の確率がアップしていて、R、そして PR が3枚、そして SR が1枚、40連目までで確定になってます。で、5回目以降はピックアップがかかっていて、かつ、20連、200連か。引くごとに PSR の一郎さんが1枚確定と。で、それも、以降も、200連ごとに一郎さん1枚確定というところなので、まあ、400連ぐらい引けば50作ってる方が多いです。運がいい方は200連とかっていう感じですね。まあ、どんなに運悪くても600連ぐらい引けば、まあ、作れるんじゃないのっていう感じの、ガチャになってるんじゃないかなというふうに思います。で、一郎さんの性能自体はもう全く疑う余地もないほど強いです。まあ、特能はこんな感じで、まあ、めちゃくちゃたくさんありますよということで、もらえたら嬉しいのは結構並んでるっていうところと、あとはやはりボーナスですよね。SR でも技術ボーナス10、精神ボーナス8、スペシャルタックがこれと合わせて110、精神ボーナスもより入ってきて、ミート総力上限の得意練習率アップ 25% 試合経験値ということで、まあ、むちゃくちゃ詰め込まれてるし、これが配布で来るっていうのも、まあ、すごいことだなっていうふうに思います。打撃走塁の得意練習に左キラーまで入っていて、エジプト高校でも使えるし、今週の決勝打の方もね、新高校が野手何か来れば、また違う形で活躍できるんじゃないかなというところで、将来性もかなり明るいキャラクターだと思います。で、じゃあなんで40連で止めておけばいいの、そんなキャラっていうお話なんですけど、まあ、今回に関しては結構配布でもらえる一郎さんが多いんですよね。で、まあ、その最たるものが今やっている野球世界大会というやつですね。僕さっきエンペラークラスまで全部終わらせてきて、あとは3月2日のこのレジェンドクラスというのが解放された時にまた報酬が少し増える形になりますが、まずこの累計報酬というところで30万ポイントいくと PR の一郎さん1枚もらえます。そして難易度別の、このクリア報酬、ノーマルクラスをクリアすると PR の一郎さんがまた1個もらえますというところと、確か R もこれ1枚もらえるのかな、うん、ここの2万2000ポイントで R も1枚もらえますというお話とですね、こちらのお知らせの下の方をつらつらといきますと、ここら辺だったかな、はい、野球世界大会のアルティメットクラスで金メダルを一つ獲得すると PR の一郎さんが入るということで、3枚の、PR 一郎、そして R の一郎が1枚という構成で入ってくるので、まあ、一郎さんの解放に関しては、ここの強化素材、PR ハゲ像、SR ハゲ像、PSR ハゲ像、まあ、このあたりがある程度あれば、まあ、ガチャ引かなくても45にできるし、かつ、まあ、ガチャを引いたとしても40連で素材さえ集めておけば、まあ、SR と PR が3枚ですか、は入ってくるので、まあ、それで十分45には足りるんじゃないのかなというふうに思ってます。こんな安上がりっていうお話もちょっとおかしいのかな安上がりで、まあ、石の配布も30個来ててね。なんかこう、今、ピンズドでね、使うキャラっていうところなので、なんかここの始めたての方に関しては、やっぱり40連は引いといてほしいかなっていうふうに思いますし、後の方々に関しては、やはり残りの大丈夫博士像の残数によるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。まあ、それさえしっかり見極められれば、自分が引くべきかどうかっていうのは、まあ、そこは見極めつくのかなっていうのと、45にはやはり持ってっといた方が、まあ、将来的にも
いいんじゃないのかなっていうふうに思っているので、まあ、結構強くおすすめさせていただきますというところですね。なんかこう、リアルタイム対戦とかも今後入ってくる時に、まあ、イベキャラも使うっていうところが、ちらっと話聞こえてきてるので、いろんな方面から。なので、それも考えると、やっぱり S5 の選手ランクで外野手、まあ、かなり使う機会多いんじゃないのかなっていうふうに思うし、まあ、そもそもね、特殊能力、こっちか。もうね、こんだけ、こっちか。はい、こんだけ持ってるんで、まあ、普通に1番、3番、まあ、4番でもね、使っていけると思うので、まあ、そういうところも鑑みると、まあ、持っといた方がいいんじゃないのかなって、個人的には思ってます。僕自身も、まあ、ガチャ自体は今、100連引いて止めてある感じなんですけど、まあ、PSR1 枚くらいは引いて、まあ、そこの出方の様子でどうしようかなっていうのを考えてもいいかなって思ってます。なんで現状は、まあこんな感じなんですけど、まあこの追いガチャ動画が上がるやもしれません。あと気にしなきゃいけないのが、やっぱりこのドモンですよね、一緒についてきている。まあこのドモンが2月14日から実装されて結構期間長かったのは、やっぱり一郎さんの下りがあったんじゃないのかなっていうふうに思ってます。まあ走塁の練習改革で、精神が入るっていうところで、走塁の、得意練習ですね。一緒についてきてるんで、まあそういうとこまで考えると、まあ一緒に使ってくださいっていう雰囲気が強いのかなっていうふうに思ってます。で、サクセス動画でも上げさせていただいたんですけど、こんな感じで。まあ、普通にこう考えると、やはり今のテンプレートとしては、遊戯、海馬、そして、ここに、遊戯を入れた形が、まあ、一番オーソドックスなのかなっていうふうに思ってます。ここに一郎さん刺すって感じですね。ミート112、そしてパワーと守備力もね、106組めるっていう形になるので、まあ、査定面全く問題ないというか、査定最大値まであるので、まあ、そういうことまで考えると、このデッキで高レベルのデッキを組める方に関しては、それこそ、PC ランクの野手とかね、バンバン作っていける可能性は高いんじゃないのかなって個人的には思ってます。で、まあ、このデッキを軸に、まあ、他のデッキを考えていくことにはなると思うんですけど、僕まだあんまり一郎さんを触ってるわけではないので、そのあたりはね、また別の動画でお知らせできたらいいかなっていうふうに思っているっていうところと、まあ、性能自体は全く疑う余地ないぐらい強いなっていうふうに思っているので、ぜひ45は、目指していただけたらいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、なんか45って何っていう方もいるかもしれないので、やはりこの順繰りに解放していくと基礎ボーナスがどんどんついてくる。しかも4、8、10なので、まあ、特に0から10、まあ、0から4もでかいんですけど、0から10っていう技術ボーナスも相当大きいので、まあ、ここまでは解放できると全然違うんじゃないのかなっていうふうに思ってます。一応こういうね、精神ボーナスはついてるんで、まあ、精神ボーナスの段階に関しては、まあ、そこまで気にしなくてもいいかもしれませんけど、このギズボーナス10はあるなしでだいぶ、このエジプトで入ってくる点数っていうのは変わってくると思うので、そのあたりは、しっかりと上げておきたいなというふうに思ってます。で、50目指す方に関しては、まあ、この機会、次いつ復刻あるか正直全くわからないので、まあ、作っておくのもいいのかなっていうふうに思ってますが、そのあたりは、皆さんのご判断に。お任せという感じですね。僕自身もちょっとまだどうしようかなっていうところは大きいんですけど、まあ、ここは、まあ、次鍛錬の高校ってことはないと思うので、野手環境で。まあ、ここは突っ張っといた方がいいのかなとは思っていたりしますね。先々のことまで考えると。結構遊戯王のガチャとかもある程度スルー気味に動いてたので、エジプトとかの関連もね。なんで、ちょっとここは突っ張っといて2種類のキャラは集めといた方がいいかなって若干思っております。そのあたりもね、皆さんの一応さんの使用感も合わせてね、コメント欄で教えていただけたら嬉しいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。